さて、これまでに得た情報を整理するぞ。キラ殿たちの部屋は匂いが薄い、アマヨドナの部屋の匂いが濃い。これはもう整理するまでもないね。発生源は佐藤アマヨの部屋で、まず間違いないな。鳥居ミサが言っていた通り、隠れて甘い菓子でも食べているんじゃないか。どんな菓子ならここまで匂うのか、それは調べてみないことにはわからないが。でもダイエットはうまくいってるって言ってたよ。ハッピー団でそんな独り言つぶやく人が隠れたお菓子なんて食べてるのかな。もしそんなに食べているとしたら、お菓子の味だとかそちらの感想の方が引き出されそうな気がするんだよね。言うじゃないか、 B。 まだ調査の必要がありそうだな。うっさっさ。それじゃあまたアマヨ殿の部屋に行こっか。ああ、今度は匂いを発している原因を探そう。ロード中だ。おーし、うっさっさっさ。ロードしてるよ。あー、練習でもしとくか。移動。ちょっと待ってね。
be quiet. なんか聞こえた気が。移動。ロード中だ。待機中。私ならもっと。はい。今何か動く？セフセフ。コイン。チャルチャル。
チャラチャ。スコープ。スーツ。どうしよう。スコープ。私ならもっと。なんで？シャルチャー。まさかなの？ Be quiet。 何？ Hide。 まさかなの？ セーフセーフ。 今ならきっと。 移動。Search。
hide. もしかして Search. Coin. Scope. Search. Search. Hide.Scope. Search.鳥居姉妹の部屋にも同じ包み紙があったな。さすがカメポン、冴えてる。ビータン、惚れ直しちゃうぞ。おまけに佐藤天義の部屋に比べると包み紙の数が少ない。あれ、スルー？ビータンの告白をカメポンスルー？ガムの出所は佐藤天義だ。彼女の自室にガムの包み紙が大量にあったことから可能性は高い。こちらの部屋に包み紙が少ない理由は簡単だ。さすがに他社の部屋に私物を捨てる機会は少なかったのだと推測ができる。仮にこれが鳥居姉妹の捨てたものだとしたら、自分らが原因になっているのに異臭に気づかないのはおかしい。こんなところだな。
だね。ビータもそう思うよ。でもね、でもね。なんだビー、さっきから何か言いたげだな。特別に発言を許してやる。はいはい、二つ気になったんだけど、まず一つ目、アマヨ殿にもその理屈は言えるんじゃないの？え？だってあれだけのガムの包み紙を作った、いや食べたかな、張本人だよ。匂いに心当たりがあっても良さそうなのに。それは。二つ目、そもそもなんでこんなにガムを買ったんだろうね。地球人ってガムが大好きだったりするの？むむむ、確かにそれも気になるが、私はこのガムの正体が知りたい。あ、まさか実は危ない代物で、すでにアマヨシの嗅覚にまで悪影響が出ているのに、本人は気づかず噛み続けているのでは？噛み続けるって言い方が怖いよ。にしても真面目だな、カメポンは。ビータンはガム自体はただのガムだと思うよ。いや、それは調べてみなければわからないさ。行くぞ、佐藤天代の部屋を追加調査だ。待機中。移動。ちょっと待って。待機中。これはガムのケースが大量に。購入した時のレシートもあるよ。すっごいまとめ買い。包み紙の出所はアマヨシで決定だな。それにこのガムケースに書かれた文言、ダイエットサプリガムだね。つながったな。アマヨシはこのガムでダイエットをしていたわけだ。この量ガムだけで生活してそうだね。しかし生命を脅かすものではないな。ビータの言う通り、物は健全な市販のガムだったようだ。うん、そうだね。よし、これで任務は完了だ。カメポン、あのさ、早速アルマルス司令官に報告しに行こう。行くぞビー。あ、ちょ待ってよカメポン。待機中。
霊館にこちらから通信を行うにはと。あれ？あ、ど、あー、ビータン、キラ殿の部屋に忘れ物したみたい。忘れ物だと？まずいな。もし寮生に見つかったら、私たちの存在を知られる危険性がある。私も探しに行こう。あ、いや、平気、全然大したものじゃないからさ。カメポンは司令官への報告よろしく。お、おい、待て。ん？何？お前、何か余計なことを考えているな。何のことでしょう。目が泳いでいるぞ。無理なダイエットをするアマヨシが心配で、キラシにさりげなく教えに行くつもりと言った。さすがカメポン。何年一緒にいると思ってるんだ。お前が考えそうなことくらいすぐにわかる。不本意だけど。そこまで以心伝心ならこのまま見逃してくれないかな。ダメだ。リスクを負ってまで実行する必要性がない。これは任務なんだぞ。女子大生のダイエット結構じゃないか。見たところアマヨシの健康に異常は出ていない。匂いの件は問題だが、寮生同士で解決すべきだ。第一、調査対象への過度な入れ込みは厳禁だろう。ごめんカメポン、それは無理。あ、こら待て。我々は軍人だぞ。帝国のパンデモ製の未来を背負ってるんだ。余計な市場を挟むな。何言ってるのカメポン。確かにパンデモ製の未来も大事だけど、女の子の笑顔はそれと同じくらい守らなきゃいけないものなんだよ。お前がそういうやつなのは知ってる。しかしそれにねカメポン、無理なダイエットを続けた結果、もしアマヨ殿が倒れて入院でもしたらどうする。それってビータンたちの調査任務に支障をきたすんじゃないかな。おまけにアマヨ殿がガムの匂いに鈍感な件も気にかかるよ。まったく、普段はバカなことばかり言っているくせに、こういう時だけよく頭が回る。わかった、私も付き合おう。やだ、カメポン優しい。勘違いするな。別にお前に共感したわけじゃない。お前がどうあっても行くというなら、せめて余計な危険を犯さないよう監視する。もう素直じゃないなカメポンは。本当は寮生のみんなのこと心配してるくせに。やはり力ずくでもお前を止めるべきか。イエスサー、無駄口は控えます。ご協力感謝いたします。賢明だな。ところでキラシにどう伝えるつもりなんだ。キラ殿にさっきの包み紙をさりげなく見せに行く。匂いの原因はこれだよってね。いや、包み紙だけでは気に留められない可能性があるぞ。あ、それならあのガムを銃で射出するのはどう。キラ殿のお口に甘い匂いの原因を直接お届け。なるほど、明暗だな。その先のことは死に任せるしかないが、干渉の度合いからしても妥当なところか。普段からこれくらい咲いていてくれれば調査も楽に進むだろうに。まったく、フフフ、ビータンの頭脳は可愛い女の子のためにしか回転しないようにできているのだ。胸を張って言うことか。それはキラ殿のところに向かおう。ロードしてるよ。うさ、待機中。
よし。そろそろ服もっと買いたい。これ一つなら大したことないけど結構匂うみたいだぜ。匂いきつかったんだよね。私ダイエットに必死で、まさかキラちゃんたちを苦しめることになるなんて思わなくて。違うよアマネ、匂いのことなんてどうでもいいんだ。それじゃあ俺っち分かったんだ。アマネ、このガムを噛んでるからでしょ。最近あんまりご飯を食べなくなったのは。でもそんなの食欲をごまかしてるだけだ。ガムなんかで食べたい気持ちを押し殺してたらいつか体を壊しちゃうよ。それはでも。お願いアマネ、もう無茶なダイエットはやめるって約束して。キラちゃん。うん、わかった。ごめんなさい。どうやら無事解決したようだな。これで天吉が倒れる心配もなくなっただろう。今度こそ任務完了だな。なんだピー、まだ何か言いたそうだな。今のやりとりなんか引っかかるんだよね。引っかかる？ごめんカメポン、もう少しだけ様子を見させて。何？お前いい加減に。一生に一度のお願いね。まったく。
学生時代から数えて何度目だ。お前の一生に一度のお願いは。ああ、それはその、何、乗りかかった船だ。最後まで付き合ってやる。本当ありがとう、カメポン。それじゃあもう少し甘夜殿を見つめよう。 B の気苦労ならそれが一番いいんだがね。